先週おととい、その前ぐらいのニュースを最速で皆様にお届けするニュースヘッドラインのコーナーがやってまいりました。お伝えするのはもちろん専務です。まずはこちらのニュースから。マスク着用個人の判断に3月13日から。大変素晴らしいニュースだと思いますね。大手のデパートや JR などは対応が分かれているようです。まあ、大手のデパートさんなんかは、お客さんはマスクを求めないけど従業員はさせますとか、大手のスーパーさんなんかは従業員にもマスクは求めない。外食産業でも来客のマスク着用は求めない。てか、もともと何の意味があったの？食べるときはマスクを外すわけなんですけれども。旅客業界ですね、 JR などもマスクはお客様に求めないというお話が広がっているようです。大変素晴らしいんじゃないでしょうかね。マスクがあるとですね、てきめんに落ちるのがですね、まず運動能力が落ちます。それはそうですね、持久走マスクしてやれって言われたら死にますでしょ皆さん。次にですね、子どもの授業に対する集中力がとても落ちます。なぜかというと、マスクをしてますとですね、どうです皆さん、口元が見えないから喋ってることがわからないんですね。人間って会話の時って人間って口元見てるんですよ。先生と教師が相対型の授業をしている限りは、ね、やっぱりマスクをしているとですね、授業中のですね、集中力が落ちるなどの弊害がございまして、何よりですね、少子化につながりました。この3年間で30万人子供が生まれなくなったと。数年じゃないですよ、1年で30万人、約100万人子供が生まれなくなったと。そりゃそうですよね、恋が起きないんですよ。それに気づかない思春期の、ね、女性なんかはマスクのパンツ化ということで、マスク外すの嫌とか言っているんですけれども、マスク外さないとモテないよ君たちということでですね、マスク着用の緩和ですね、非常に歓迎したい動きでございます。遊びに行くのもですね、マスクしてるとなんかめんどくさいんですよね。遊びに行った感じがしないんですよね。サービス産業にとってはすごくいいことだと思っております。はい、次のニュースですね。低所得子育て世帯にですね、子ども1人当たり5万円給付、物価高対策。これ公明党がやりうっていっているんで受けるんじゃないですかね。ただし低所得者のみということを発表したということですね。これ1回限りでして、毎年はもらえるわけでもなく、こういう給付金型の子育て対策っていうのはですね、なんか微妙に効果薄いんですよね。わかると思うんですけれども、子供に行き渡らないんですよ、所得が。親の遊興費、パチンコや飲み代に消えたりとかする場合が多いんですね。給食費無料とか、これは医師の会とかが言ってる政策なんですけれども、そういった政策の方が子供にはすごく直接ダイレクトにプラスになる政策ではあるんですけれども、遊興費パチンコなどに使うと言いましたので、じゃあいいか。次のニュースです。財源どうするんだという話が持ち上がりまして、こんな人がこんなこと言ってます。少子化財源の消費増税、相当景気に影響があると。自民党甘利さん慎重姿勢に。この人は消費増税バリバリやろうぜって言ってた人なんですけどね。自民党の甘利前幹事長はフジテレビの番組で、少子化対策の財源確保に向けた消費増税については慎重な姿勢を示した。よほど景気が良くならないと相当景気に影響するというのが経験値だということなんですけど、甘利さんお伝えいたしますが、景気が良くなるとですね、税収がびっくりするぐらい上がりますので、子育て予算が余裕で出てきます。防衛費も出てまいります。景気が良くなると税金が上がるから大丈夫だよって言ってもですね、なぜか税率を上げたがる日本の財務省。なぜかというとですね、財政の断性値っていうやつを 1.1 っていうふうにやってるんですね。これどういうことかっていうと、 GDP が上がりますと増えた分だけ税収が上がるんですけれども、この増えた分だけ税収上がる数字をですね、 1.1 倍というふうにしているんですね。しかしですね、現実もっともっとたくさんのですね、数字が上がっておりまして、ちょっと忘れたんですけれども、2とか3とか、もうその辺の断性値になんかドガーンと言ってるんですよね。なんでそんなに断性値が上がってるかっていうと、それまで日本はですね、デフレだったからなんですね。ちょっと景気が良くなるだけですごく税収が上がるということなんですね。何兆円ぐらいの税収が去年入ったわけですけれども、今年の3月までの節目でぼちぼち GDP も上がってますし、かなりの税収が見込めるはずだと思うんです。またマスクを外しますので、これから景気が上がってくることが想像されます。70兆くらいいくんじゃないかな、今年の税収。いくと思いますけどね。甘利さんにおきましてはですね、増税なんかしなくてもいいよということをお伝えしておきたいと思います。はい、次のニュース。なぜ4万頭の乳牛を殺処分しないといけないのか。元農水省官僚、農政の失敗を国民が負担。ちょっと前にですね、バター足りない、バター足りないって言ってたじゃないですか。バターが足りないから乳牛増やせって言ったんですよ。国は乳牛増やせ
って言ってバター作らせたんですけれども、牛乳がですね余っちゃったんですね。なんで変な需給調整みたいなことをせずにですね、大手の酪農家さんをなんかこうどんどん増やしていってですね、牛乳の価格をですね下げていってでも構わないよっていう方向に進んでいくのが正解だとは思うんですけれども、みんなそれで嬉しいですからね。牛乳や乳製品が安く買えると、乳価っていうやつがあるんですけど、乳価が少しでも下がるとですね批判されるのが嫌らしくて、やらないみたいですね。牛さんを殺そうっていう話になってるみたいです。これ4万頭殺しますでしょう。そうするとですね、今度は牛乳は充足するんですけれども、バターやチーズがおそらく来年か再来年あたりにですね足らないというお話が出てくると思いますね。なぜかってもう分かってるんですよね。余ってるって言ったじゃないですか。ところが周りの食品は値上がりするわけでございますね。価格が変わらない乳製品っていうのは売れると思いますんで、足らなくなってくると思いますね。バカですよね。これがまあ国の政策の現実なんですよね。ある程度自由主義でやった方がいいと思うんですけれども、なかなかそういうふうにはいかないと、頭の固い人たちがですね政治をするとこういうことになるということでございますね。はい、次は鳥取のニュースです。こちらのニュースから、去年の宿泊者全国で鳥取のみ減少ということで、はい、こちらのグラフ、日本全国はですね 42.9% アップということなんですけれども、鳥取だけ見てください。これなんとマイナス 19.1% と、その差 62% という、びっくりですね。当たり前なんですけど減便してるんですね、鳥取って。 JR も減便、飛行機も減便、今年から回復したということでございますんで、まあ、ちょっとぐらい今年は良くなってくるんじゃないでしょうかね。交通インフラがないと、ね、そもそも選ばれない。あとですね、コロナ対策しすぎて観光招致の方にですね予算がいっておりませんね。コロナの体制よりもコロナ後の経済の回復の方に予算を使っていった方がいいんじゃないのかな、鳥取県とか。はい、次のニュースです。鳥取市民体育館のネーミングライツ、鳥取ガスが取得。鳥取市民体育館エネトピアアリーナだそうでございます。すごいね、鳥取ガス。小島太一社長ですね、飛行機会社を立ち上げてみたりですね、こういう目立つことをやられておられるんですよね。いいですね。なんか私もですねちょっとこうニュースになるようなことをやってみたいですね、なんか犯罪以外で。次のニュースです。平井真嗣が鳥取県議会選挙に出るってよ。鳥取県知事平井真嗣さん、こちらの方ですね、じゃなくて同姓同名同じ感じの平井真嗣さん、こちらの方が出馬するそうでございます。こちらの平井真嗣さんですね、2006年から2009年の間にです、ね、旅行代の積立経費7億円を横領してですね、懲役6年の実刑判決を受けた方だそうでございます。同じ平井でもですね、こちらのホワイト平井とですね、こちらのブラック平井がいるということでございますね。自身の犯罪歴を公表し、有権者の大きな判断材料、前科があっても公正し選挙に挑戦できると示したい。こいつ出るなら俺も出ようかな。ちなみにですね、この平井知事とですね同姓同名じゃなかったそうで、漢字が違ってたそうなんです。通称で平井真嗣をですね、この度選挙のためにこの漢字ですね、真嗣に変えたそうでございます。皆さん、ホワイトとブラックを間違えないように、平井真嗣、鳥取県議会選挙に出る平井真嗣はブラック平井でございますよ。はい、鳥取のニュース最後でございます。大広重展、東海道53次の全ての浮世絵がですね展示されるということで、米子美術館、はい、こちら4月7日からゴールデンウィークを明けまして5月22日まで、なかなかこういうのもないんでね、ぜひ歌川広重の魅力満載、東海道53次全て見せますということで、当時の江戸の風俗をですね楽しんでみてはいかがでしょうかと。私もちょっと出張のついでに寄ってみたいなと思っております。ぜひ皆さんご立ち寄りください。最後のニュースです。寿命タイマーと考えられていたテロメアに全く新しい機能が見つかる。テロメアってご存知ですか。皆さん、細胞にくっついてる縄みたいな感じのものなんですけれども、このテロメアなんですけれども、細胞分裂をするたびにこうだんだん減ってまいります。これがなくなるとですね、細胞分裂ができなくなる。なので寿命タイマーって言われてたんですね。我々老化するじゃないですか。老化、お肌もピチピチじゃなくなりますよね。なんでかっていうと、このテロメアが減少することによって細胞分裂のスピードも遅くなると。なんで老化した細胞がそのまま残ってですね、角質もなんかお肌が汚くなっちゃうんですね。いや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 、
はい、このテロメアなんですけれども、RNA 作ってるんだって。あの DNA と RNA ってなんかまあいわゆる螺旋構造になってるもの、主たるものはなんか DNA がやってるんですけど、まあこの伏線構造として RNA があるんですね。この RNA を作るっていう機能をテロメアが担ってるみたいですね。つまりどういうことなのかっていうとですね、コメント欄で詳しい人が書いてくれると思います。遺伝のことについて研究をされた方、ぜひですね、コメントをください。専務に教えてくださいね。専務でした。